阪で言うと皆さん調子どうでっか。こう見えて僕は大阪生まれ、半分大阪人の血を引いて、そして今去年の、2023年から大阪観光大使として、活動も始まりました。全米で注目を集める、ほう、アメリカンフットボールリーグスーパーボールハーフタイムショーの話ですか。それです。人類が一番見ると言われている、実際に、先日1週間前にスーパーボールハーフタイムショーラスベガスでやらせていただきました。アーティストアッシャーという、僕が2年間専属ダンサーをやらせてもらったそのアッシャーとですね、僕一人メインダンサーの一人としてアジア人を代表してやらせてもらいました。 EveryoneThis is Kento Mori and this is the Ninja official event. And this is just get started. So we're gonna have more fun. Please enjoy and thank you for watching us. This is Kento and I just performed the Super Bowl halftime show with Usher in Las Vegas. And I just got here. The performance was a week ago. But to me, my dream is one day I wanna perform the Ninja.And Super Bowl. So, このスーパーボールパフォーマンス1週間前にしましたが、いつか忍者今からやるパフォーマンスをもってしてですね、世界中そしてスーパーボールでもパフォーマンスしたいと心から思いました。 So, we're gonna have another hour here. So please enjoy with us. Thank you. 来年大阪関西万博が控えてます。ちゃんと音楽小さくなりました、大切なところで、はい、そうなんです。来年は大阪において万博 World Expo is happening なんですよ。なので忍者はメインコンテンツ、僕はオリンピックでいうところの 100m 走だと思ってて、一番ドキドキするやつだと思うんです、はいはいはい、それのこれは序章です。皆さんこのまま万博まで World Expo まで一緒に楽しんでいきましょう。大阪観光局より溝畑博史理事長です。最高だね、大阪最高だね。NMB48 のメンバーにも忍者がいて、こちらの会場に来てくれました。 NMB48、 はい、 NMB48 より平山舞さん、わ、続いて亀野ジオさん、一人だけ赤、本当だ、田中由紀乃さん、ゆきのちゃん、真鍋あきさん、わお、そして西田ほのかさんです。ほのかちゃん、忍者で世界を結ぼう、世界を平和にしよう、結んでいこう、我々の日本の魂を広めていこう、こういうケントさんの思いを込めて協定を結びました。Thank you.
が、はい、今から何が起きるんでしたっけ。今踊っちゃって忘れちゃいました全部。そうやね、21、22スタート。ビルフォー、まずは大きく手を広げて地球を作ります。一つ手のひらで、この瞬間から世界が変わるという初日という意味で、この胸から天にこの1を掲げてですね、もう1曲忍者ダンスを。360度仲間が、忍者の仲間が増えました。これがまだただキックオフで始まりに過ぎません。僕はそう感じているので、今皆様が言ってくださったような来年万博が来ます。その時には世界中の皆さんに地球グローバルコンテンツとして忍者を何たるか僕は命をかけて表現したいと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。いろんなカラーの方がいらっしゃってびっくりしました。多分ね、5、6割じゃなくて7割ぐらい海外の方いらっしゃったと思ってまして、すごい、溝端さんが、もともと言ってらっしゃった本当大阪国際都市っていう、本当国際的だなと思って、さっきも写真撮ってくださいって言って忍者の格好された方、一緒に撮って、その後どこから来られたんですかって言ったら、ナイジェリアから来てましたっていうので、ナイジェリアにも忍者いたんだっていうので、すごく感動的でした。はい。